身長ビヨン医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを話していきたいと思います。身長は明日のチャンネルだけでよろしくお願いします。さて本日はですけどゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでなんと今日はですね、称号ボスさんということで TikTok のフォロワーが80万人。おーすごいですね。80万人のね、称号さんに来ていただきました。はい、簡単ですけど自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、僕はサッカーのコーチをしてまして、でサッカーのインフルエンサーとして活動してます。まあサッカーのコーチってことですよ。なぜ身長のチャンネルに来ていただけたんでしょうか。はい、はい、僕自身も実は身長が162しかなくて、はい、特にサッカーのコーチをしてる中で、はい、まあ小学生の親からですね、自分の子は体が小さいんですけどっていう悩みが結構多くて、で先生とちょっとお話をしたいなと。おお、ありがとうございますってことですね。まあなんとして、まあ翔吾さんはですね、あと10センチ高ければですね、日本代表になれたかもっていうような実力者ってことなんですけども、その中で、まあ、まずそもそもなんですけど、身長ってサッカーにおいて重要なんですか。簡単に言うと、はい、高いに越したことはないですね。やっぱそうなんですね、はい、うん、例えば、まあ、マラドーナ選手とかちょっと古い選手ですけど、彼らは165ぐらいしかなかったりとか、そうですね、うん、あとは、まあ、メッシ選手とかは170ちょっととか、はい、170前後ぐらいとか、はい、あとネイマール選手は175とか、イニエスタもまあ170前半とかってことで、はい、まあ、比較的低い選手もまあいらっしゃるはいらっしゃるんだけど、はい、やっぱ高い方がいいんですよね。そうなんです、うん、高いに越したことはない。ちなみにどうして高い方がいいんですか。あのサッカーはやっぱり競り合い、ヘディングの勝負があって、はい、上に空中にボールがあるとどうしてもその背が高い方が有利なんですよね。でその中でまあ今あのやっぱりそういう日本代表で活躍されてる方とかももう高いっていう感じなんですかね。もうみんな高いですね。あ、身長が、ね、高い人が活躍する時代になってきたと思うんですけど、はい、具体にどんな選手が今いらっしゃいますかね。もうやっぱり世界一有名なクリスティアーノ・ロナウド選手っていう選手は、うん、はい、うん、まあ、187センチなんですよ。おお、高いですね。高いです。まあ、彼なんか筋肉もかっこいいですけどね。そうなんですけどね。他にはどうですかね。僕の世代だとイブラヒモビッチ選手っていう超ストライカーみたいな、うん、はい、テントリアみたいな選手がいるんですけど、うん、まあ、彼は195。おお、もうそれあのイブラヒモビッチ選手はもう私が絶対かなわないなっていうぐらいの体格ですね、はい、そうですね、クリスチャーノ187もし、イブラヒモビッチも195もあるんですね。すごい高いです。日本人だと富安選手とか。富安選手大きいですね。188。そうですね、富安選手188。あと吉田麻也選手とか、まあ、189とかってことで、はい、高身長時代突入っていうところですね、はい。まあ、ということで、まあ、身長高い方がいいとは、まあ、言うものですね、まあ、実際少しもちろん治療を受けて高くなるっても大事だと思うんですけど、はい、まあ、その低い中でもやっぱ戦うっていうのは大事だと思うんですけど、はい、なんかどういうふうに戦ったらいいんですかね、そういうのって。あ、そうですね、例えば、はい、まあ、長友選手なんかは170センチなんですけど、はい、まあ、それこそあの世界で戦ったこともありますし、はい、やっぱり身長以外にもサッカーってそういう見せるところがあるんで、はい、例えば足の速さだったりとか体力だったりとか、はい、まあ、技術的なところもそうですし、まあ、身長だけが全部じゃないんで、うん、そういうところで勝負していけば、まあ、長友選手みたいに、活躍できると思いますけど。なんかあの私そんなに詳しいわけじゃないですけど、長友選手なんかも身長いろいろ身長低くて、やっぱ学生時代結構そういうふうな、まあ、苦労もしたっていう話も聞いたんですけど、そういうのご存知です、はい、なんか高校の頃はやっぱりベンチだったりとか、はい、今日本代表の選手がベンチって考えられないことなんですけど、はい、そういう、まあ、体が小さくてなのか、あれなんですけど、やっぱり苦労したと思いますね。どうですか、あの、ご自身自体はそういうふうな、はい、そのサッカーやる上に言って、まあ、はい、その身長がまあ高くてもちろん思ったと思うんですけど、はい、まあ、特にどういうふうに思うことが多かったか、はい、そういうのはあります。なんかちょっと漠然とした質問になっちゃうかもしれないですけど、はい、あの僕ディフェンスで守るポジションなんですけど、はい、どうしてもそのヘディングをする場面が多くて、はい、単純に身長勝負みたいになることが多いんですよ。でその時に勝てなかったりすると、うん、周りから見てる人もあいつ身長高かったらなって思うだろうし、自分でもやっぱりそういうことが結構あるんで、まあ、そういう意味では、まあ、もっと高かったらよかったなとは思いますけど、あとその昔よりも今のがよりその高身長時代になってきたっていうことなんですけども、はい、プロを目指す子向けなんですけども、まあ、プロを目指す上にやっぱ身長ってまあかなり重要になってきてるというか、もう今もうマストになってきてるんですかね。サッカー人口も増えてきていて、はい、競争がもうめちゃくちゃ激しくなってきてるんで、うん、同じぐらいの実力だったらやっぱり体格がいい子、うん、身長が大きい子を選ぶっていう時代にはなってきてますよね、うん、で実際僕の友達で、はい、今、うん、J リーグのスカウト、大学生とか高校生からそのチームに引っ張るスカウトをやってる人っていうのは5人ぐらいいるんですよ、はい、そういう人たちと一緒にその試合を見ることがあるんですけど、うん、例えばディフェンスの選手を見た時に、うん、あいつ170代かとか、うん、180あればなとか、うんうん、そういうことを、まあ、ボソッと言う友達がいるわけですよ。でそういう時に、あ、うん、
その180って結構大きな壁だったなとか、うん、あと何センチとかっていうので、まあ、選ばれたり選ばれなかったりっていうところがあるんで、うん、まあそういう時に、まあ、身長のその重要さっていうのを、うん、まあ痛感しますけど、うん、やっぱもう179と180でもう運命違うってことですね。もうだいぶ違います。イメージが何センチって言われるとやっぱ179っていうと、うん、そんなになんかすごい高身長ってイメージが多分、はい、もしかしたらない人も多くて、180っていうと高いみたいな感じに多分イメージ的にですけど、そうですね。やっぱじゃあ今の時代やっぱプロ目指すんだったら180がマストみたいな感じでいいですね。まあとは言いつつもですね、まあ低くても勝てるっていうところもあると思うんですけど、それどうやって勉強したらいいんですか、それは。もうそれは私の TikTok を見ていただければ。そうですよね。でも小5ボスさんで検索していただくと TikTok で80万人の方がいらっしゃいますので、まあ身長低い人もある意味高い人もってことですけど、まあサッカーのね Tips がいっぱい載ってますので、ぜひそちらの方でご覧いただければと思います。ということで今日はですね、プロを目指す子供たちに伝えたいことということで、まあ、身長についてね、小5ボスさんとお話しさせていただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。